7月17日水曜日の天気をウェザーニュースキャスターの江川さえねがお伝えします。17日は梅雨前線がやや北上し、九州付近から本州の南岸にかけて停滞する見込みです。広いエリアで雲の広がりやすい空となりそうです。また雨予報がないといった地域も多くなっておりますが、広いエリアで雨の可能性がありますので、折りたたみ傘は持って行った方が安心です。特に内陸ほどザーザーと雨が強まる可能性があります。また気温なんですが、東京やそして名古屋などこちらの地域では今日よりも気温が上がる見込みです。30度近くまで達する見込み。暑さ対策も必須となりそうです。体調管理に気をつけてお過ごしください。以上、17日水曜日の天気をお伝えしました。